ガンマ大阪、東口正明。その一言は大きかったと思いますね。まあその時点で多分自分はもうサッカーっていうのをやめてたと思うし。日本を代表するガンバの守護神、東口正明のルーツ。中2ですね。中2で1個上の大会出て結構やらかして、まあ全国の大会に行けないっていうきっかけを作り出してしまったのが僕なんで、もうほんまサッカーしたくないなと思ったし。自分のミスで途絶えさせてしまった先輩たちの夢。自分を責めた。記憶から消したかった。そんな時だった。親にはもうなんかやめたいなみたいな感じで言ってたんですよ。そしたらまあまあおかんがもういいよやめみたいな感じ言われて、えいいのって感じで。初めて口にした弱音。帰ってきたのは想像とは真逆の言葉。母の一言だった。やめる勇気なかったですね。サッカーを。サッカーを離れるっていうのは、口では言ってましたけど、やめていいもんやと思ったら、なんかやっぱサッカーがすごい大切な、存在なんやなって改めて思ったし。失ってはならないものに気づかされ、16年が経った今の自分へと導いてくれたあの時の母の言葉。あの時に、いやサッカーもちゃんとやりなさいって言われたら、多分締め付けられてしんどくなってたと思って、サッカーが嫌いになってたと思うんですけど、まあ、それがあったから、まあ、今の自分があるっていうのはまあ確実なんで、すごい感謝しますね。東口正明が伝えたいこと。小中、まあ、高校大学ジュニアユースとかまあいろいろありますけど、まあ、どこでやるかじゃなくて、そこで何をするのかっていうのをまず考えてほしいなと思いますね。ただいいところに行ってそれなりにするだけじゃ全然意味ないし、そこで何をするかっていう自分の目標とか、信念っていうのをしっかり持って精進していってほしいなと思います。次回のフットニスタはヴィッセル神戸三原正俊のルーツに迫る。